アンナ・レオポルド・ブナは、ロシア皇帝イヴァン・六世の母妃で接生。アンナ・カルロ・ブナとも呼ばれる。メクレンブルク・シュベイリン公カール・レオポルトと、イヴァン・五世の三女、エカチェリーナ・ヨアノ・ブナとの間の一人娘。女帝・アンナは、母の妹にあたる。ドイツ語名は、エリーザベト・カタリーナ・クリスティーネ。アンナの祖,祖父・アレクセイには、千歳の子である。ヒョードル・三世とイヴァン・五世、イ、5歳の子である。 ピョートル一世がおり、相次いでチャーリーまたは皇帝となった、ピョートル大帝の死後、その男系の子孫が絶えると、ピョートル大帝の血統を回避し、また苦別として、最高数密院の影響力を維持するため、イヴァン五世の娘であったアンナイワノブナが定位につく。エリーザベトカタリーナは、イヴァン五世の三女、エカチェリーナイワノブナの一人娘、すなわち、 イヴァン五世の唯一の孫として誕生した。1722年、両親の不仲から母と共にロシアへ渡る。1733年、ロシア正教に改修。すなわち、アンナ女帝の後継者となる可能性が高くなる。改修と共に、なお、アンナ・レオポルド・ブナと改める。女帝の長身、エルンス・トビロンは、彼女を自分の息子と結婚させようとしたが失敗した。 1739年に、ブラウンシュバイク・リューネーブルク家の講子アントン・ウルディーヒと結婚。翌1740年8月に、長男イヴァンを出産した。四季の近いアンナ女帝は、すぐさまこの新生児を後継者に指名した。自ら定位を継ぐつもりだったアンナ・レオッポルド・ブナは、この決定に落胆したという。1740年10月、アンナ女帝が崩御し、 生後2ヶ月のイヴァンが即位するが、摂政に指名された、ビロン浜もなく失脚した。これにより、母妃先のアンナ・レオポルド・ブナが、大公女の称号を得て、摂政を引き継いだ。ピョートル大帝の娘で軍隊から熱烈に支持される、エリザベータを危険視していたアンナ・レオポルド・ブナは、1741年11月に、エリザベータを呼び出し忠誠を誓わせた。ところが11月25日、 エリザベータは自分を慕うこのエ軍に命じて、クーデターを実行。摂政、アンナ・レオポルド・ブナをはじめ政府要人を逮捕させ、イヴァン6世から定位を散脱した。エリザベータは、当初、アンナ・レオポルド・ブナとその家族に、敗廷、イヴァン以外の家族全員をドイツに戻すと、約束していた。しかし約束は守られず、一家は1744年に、 リーガ近郊の要塞から北ドビナ川下半のホルモルイに移送される。アンナ・レオポルド・ブナは1746年3月18日、その地で三男、アレクセイの出産中に死亡した。引き離されたイヴァン6世は1764年に殺害され、アントン・ウルギヒも1774年に告死。残る4人の子供たちは1780年にエカチェリーナ2世から特赦を受けて、 ロシアを離れ、デンマークを妃ユリアーネ・マリーの日護のもと、法センスで年金受給者として、寄請を送った。ありがとうございます。